ルクセンブルク大公は、ルクセンブルク大公国の君主で、国家元首である。八百十五年の成立当初、ルクセンブルク大公国は、オラニエナッサオ沖のオランダ国王が大公を兼ねる、同君連合下にあり、事実上ネーデルラント連合王国の州の一つだった。しかし、八百三十九年に、ベルギーが独立した際、オランダ本土と分断された上に大公国の2種半分が、 ベルギー領として分割された。以後、独立国家としてのルクセンブルクの体制づくりが始まった。1890年に第3代のオランダ国王兼ルクセンブルク大公、ウィリム3世が没した際、オランダ王位はウィルヘルミナ女王が継いだが、ルクセンブルクには女子の相続権に関する規定がなかったため、サリカ法を取るナッサオ家の家法に基づいて、ナッサウバイルブルク家のアドルフが、 大公に即位することとなり、オランダとの同訓連合が解消された。ところが、アドルフの息子ギオーム4世の代になって、ナッソ・オーベイユブール家でも男子の継承者が途絶えた。結局、女子の継承を可能とする法改正が行われ、マリー・アデラ・イード、シャルロットの姉妹が相次いで大公位を継承した。シャルロットは加盟をリュクサンブール家と変えたが、 ナッソーベイユブールの加盟は現在でも用いられる。ルクセンブルクは立憲君主制が確立されているものの、大公は儀礼的な職務のみでなく、内閣とともに行政権を執行する職能を与えられている。ルクセンブルク憲法は大公の地位を以下のように規定している。安楽死を合法化する法律に、安リが最下を拒否したことによって2008年12月に、 憲法が改正された後、法律はもはや大公の正式な裁果を必要としなくなったが、最高責任者として、法律を交付するという大公の職務は残っている。大公は、給与を受け取らないが、王室は、年間30万金フランを、大公の職務のために受け取る。2017年、ルクセンブルク予算は、大公の家計費のために1100万ユーロを計上した。 太公の伝統的な損傷は、神の恩寵による、ルクセンブルク大公、ナッサウ公、ライン宮中博、ザイン、ケーニヒシュタイン、カッツェンエルンボーゲン、および、リーツ博、ハンマーシュタイン城博、マールベルク、ビースバーデン、イトシュタイン、メレンベルク、リンブルク、およびエップシュタインの領主である。しかしながら、多くの称号は、サリカ相続の厳格な規定にか,かわらず保持されており、 ルクセンブルク大公とナッサー公を除いては、そのほとんどが全く使用されていないことに注意しなければならない。ナッソーベイユーブールク家の大公はフランス語名で呼ぶのが通例となっているが、ギオーム4世のみはオランダ王を兼ねたウィレム1世から3世に習ってオランダ語名で呼ぶ場合もある。ここでは、全員についてフランス語名で記した上で、オランダ語名を括弧内に併記しておく。 ありがとうございます。